どうも皆さんこんにちは。おかげさまでチャンネル登録者様が2万人、そしてチャンネル登録者様が2万人突破、さらになんとチャンネル登録者様が2万人突破。ちょっとヒロシ、石鹸もついて2万円、通販じゃないからありがとうございます。ヒロシ、もう一回だ、もう一回やろう。どうもありがとうございます。何かだよ。一方店長は、僕は君の個人じゃ、もっと君の僕にはかなわない。同じだから勝てないは違うと思うぜ。口調からするとどうやら頭脳まではコピーできていないようだな。違うよ、君とキャラが被るのが嫌だからこの口調にしているんだよ。ほんとかね。俺だったら今すぐコピーを解除して自分の力で戦うぜ。借り物の力なんてごめんだね。君だけじゃない、僕、ウェブリックの頭脳があるんだよ。つまり君を助けるってことだね。だからだ。ほら、こんな些細な挑戦にもすぐ乗っちゃう。いいか、レプリック。お前がさっき言った、君は僕にはかなわないを、ひっくり返してやる。俺はお前に負けない。戦おうぜ、レプリック。なに？なるほど。俺の身体能力だけでなく、お前本来の能力を使えるってわけか。正解だ。お前の身に触ってな。あ、やるじゃん。どうも。負けないんじゃなかったの？そういうことは俺に勝ってから言えよ。お前だね。お互いな。店長が押されてるな。拙者には手を抜いてるように見えるでござる。いやいや、そんなわけないでしょ。一番最初にゴールしないと燃え死だべ。 M になったんじゃないでござろうか。いやいや、恐縮じゃありまいし。でもこの顔を見るでござる。そういう企画じゃん、笑い続けろっていう。いや、出てくるのに笑ってるでござる。やめなさい。どうしたでござる。マイクオンにしてた。え、それはつまりどういうことでござるか。今の話全部店長に聞かれてた。アホでござる。何やってるでござるか。お待て、落ち着け落ち着け。落ち着いて再生ボタンを押すんだ。もしかしたら戦いに向けて聞いていないかもしれない。なるほど、まだ希望はあるでござる。どうぞ決まれば早速再生ボタンを押してみるでござる。んー、バカー。希望はないでござる。あいつは絶対ぶっ飛ばす。右ストレートでぶっ飛ばす。ここも感想なのか。あいつらをぶっ飛ばした上に、お前をぶっ飛ばす。よいしょ。覚悟しろ。そんなの見たことない。記念出発しろ。うん、よっ。一つもらうぜ。お断りだ。お断りだ。欲しいもんは自分で取り戻せ。俺は今からこの企画を終わらせて自由を取り戻す。君のことに頼むだ。いや違う、俺はお前に負けない。絶対に。分かったか。